化粧直しされたタイタンクレーン。クライドバンク市内。以前のジョン・ブラウンカンパニーの偽装ベースン、最タイタンクライドバンクは高さ46メートルのカンチレバークレーンであり、スコットランドのウェストダンバートンシャー州、クライドバンクに所在する。これは、ジョン・ブラウンカンパニーの造船所で、船艦や旅客船の偽装期間中、エンジンやボイラーのような重量のある、 設備の昇降に用いるべく設計された。また世界初の電動感知レバークレーンであり、完成時、このタイプとして、世界最大だった。U 字型の偽装ベースン橋に設置されたクレーンは、クイーンメリー、クイーンエリザベス、クイーンエリザベス二のような20世紀最大の、諸艦船の建造に使用された。カテゴリー A の英国登録建造物であり2007年に、観光施設及び、 造船博物館として化粧直しされた。クライドバンクの造船所は1871年、ジェームズジョージ・トンプソン会社が、カバンのグレービングドックスから移転して創設された。ジョン・ブラウン社は1899年、造船所を買収し、1905年、24,600ポンドで、ダルマーノックを拠点にするエンジニアリング会社であるサー・ウィリアム・アロル カンパニーにクレーンを発注した。タイタンは2年後の1907年に完成した。クレーンはスコットランド人エンジニアのアダムハンターによって建設された。彼はアロル社の主任技師であり、見習い時代ホース鉄道橋の建設に携わった。タイタンへの大部分の機械装置の組み立てと組み込みはバースのストザートピット社が行った。その中には、 ランカシャーダイナモモーターカンパニーが製作した電動モーターが含まれる。ドックは艦船の偽装に使われ、クレーンはエンジンやボイラーを船内に釣り上げるのに用いられた。タイタンの釣り場能力とクライド側とカート側の合流点に位置する造船所の立地の良さによって獲得された長距離代船の建造能力は造船所の成功に貢献した。 1907年4月24日、試運転が行われ、タイタンは160トン、半径26メートルの能力を持つ過去最大のカンチレバークレーンになった。1938年、戦艦デュークオブ、ヨークのような艦に、新型の長射程保養砲塔を取り付けるためには、能力が不足していることが明らかになり、オリジナルの釣り場能力は206トンへ増強された。 1941年3月13日と14日の夜、クライドバンク大空襲は町を事実上破壊した。死者528人、重傷者617人以上、そして4万8000人の市民が家を失った。イギリス最悪の空襲の一つであったが、クライドバンクの7施設だけが無傷だった。空襲には、初日の夜、ドイツ空軍の爆撃機260機、 二日目は200機が参加し、クライドバンクを含むクライド川沿いの産業を目標にした。が、タイタンは無傷だった。1968年、厳しさを増す競争環境への対応として、造船所は他の4社と合同し、アッパークライドシップビルダーズを形成した。九百七十年のイギリス総選挙の結果、政権交代が起きて造船所への補助金は廃止され、 ジョン・ブラウン社は閉鎖に追い込まれた。テキサス州ヒューストンを拠点にしたオイルリグ建造会社マラソンマニュファクチャリングカンパニーが破産管財人から会社を買収した。1980年、マラソン社は造船所をフランス企業ウィーエに売却した。2001年、ウィーエの親会社ブイグの海外事業部は造船所を閉鎖し、その跡地には再開発の看板が掲げられた。 タイタンによって建造された艦船には、巡洋船艦、フット、客船クイーンメリー、クイーンエリザベス、クイーンエリザベスに及び王室ヨットブリタニアが、含まれる。タイタンのチケット売り場及びインフォメーションセンター。クイーンメリーのシルエットがあしらわれているタイタンは1980年代に、使用されなくなり、その後放置されていた間に操縦室への破壊行為と、 構造材への腐食によって荒廃が進んだ。1988年、カテゴリー A の英国登録建造物に認定された。2005年、都市再生会社クライドバンクリビルトは375万ポンドの修復プロジェクトを開始し、2007年8月クレーンは公開された。構造材は古いペンキと赤サビを除去するため、ショットブラスト処理された。 ジブに登る訪問客用のエレベーターと緊急避難用の階段が設置され、同時に展望エリアの周りの転落防止用、ワイヤーメッシュとライトアップ用の投光機が取り付けられた。タイタンクレーンのジブは展望台へと生まれ変わった。タイタンは固定カウンターウェイトと全体が回転入りに搭載された電動ホイスト群を用い、全世代の蒸気駆動のクレーンにより高速かつ応答性が高かった。 150トンの最大釣り場能力を必要としない、より小さな、組み立て部品を釣り上げるために、能力30トンの補助ホイストが使用された。大荷重のものを釣り上げることは、比較的稀であった。タイタンは、全高49メートル、重量800トンで、深さ23メートルまで打ち込まれた、コンクリートパイル状に据え付けられている。カンチレバーの腕の高さは五点七メートル。 長さは27.4メートルである。首都は12メートル四方で、その中心は、岸壁の際から10.7メートルである。1970年代にベアードモアクレーンが、2007年に、フェアフィールドタイタンが撤去されたが、クライド川沿いには、未だ4つの巨大、カンチレバークレーンが残っている。タイタン以外の3つはである。全世界で建造された60弱の巨大、 カンチーレバークレーンの内クライド川沿いにあったのは6機だった。2011年5月現在、世界で11機のみ現存し、4機がクライド川沿いにある。ウィキメディアコモンズには、大体クライドバンクに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。